中夜が楽屋へ入って行くと待っていたように半四郎が問いかけた「今のあれどうでした?」半四郎は向かっている鏡の中から期待の目で中夜を見た「気に入りませんかあれとは何のことだ?」「今の幕ですよ」 心中するところで新しい手を使ってみたんですがね。中夜は頭を振り、私は今来たところだ、と言った。彼が正規の抜けたような乾いた顔つきで眉をしかめているのを半四郎は認め、化粧を落としながら、どうかしたんですかと聞いた。顔色が悪いですよ。 と言われて、中也は曖昧に微笑した。この舞台裏の騒がしさだ。と中也は沈んだ声で言った。これにはどうにも馴染めない。だんだん鬱陶しくなるばかりだ。私なんか未だにそうですよ。その楽屋は中二階の奥にある上に立ち役のいる三階があり。 下に二階の大部屋があった。一番下は作者とか鳴り物、奥役、その他の部屋で、人の行き来が絶えず、階段を上り下りする足音や人の声が、舞台で聞こえる鳴り物や次の場の道具を据える金槌の音、また作者部屋のものや裏方の呼び合うせかせかした声などが、 なぎさで波のさざめくようにいっぱいに騒音を反響させていた。人によりましてね。と半四郎は続けた。中にはこの音を聞くと、どんなに疲れている時でも体がシャンとなり、元気が出てくるっていうものもあります。私はどうにも慣れることができませんけれどね。中夜は他のことを考えていた。 昨夜読んだ新しい評判記のことを考えていたのだ舞台裏の騒音もやりきれない前には確かに魅力があったその独特なざわめきを聞くと一種の興奮さえ感じたものであるだが自分で芝居の中へ入ってからはそのざわめきが情緒的なものではなく 舞台運びを狂わせないために寸国の暇もなく動き回っている人たちの騒音だということがわかり、するとそれは舞台で演じられている人間の悲劇や喜劇が全く作り物であることを嘲笑っているように感じられて耳を塞ぎたいような気分になるのであった。彼らは皆芝居が好きであった。 好きであると同じくらい憎んでいたが、それでも好きであることをどうしようもないのだ。彼らの作り上げる舞台は、その幕が終わると同時に壊されてしまい、すぐに次の舞台が作られるが、それもその幕が終わるとバラバラに壊されてしまう。舞台で実際に演ずる役者や浄瑠璃語りには、 たとえわずかにもせよ、その日その日で芸の新しい工夫や創作をすることができる。けれども、舞台裏の人たちの仕事にはそれがない。少し誇張して言えば、徒労の繰り返しであって、彼らの成したことが残ることはないのだ。賃金の安さに比べて、その労力はかなり過重であり、 賃金だけで家族を養っている者の,の数は少ない。にもかかわらず、一度ここの空気を吸った者は一生抜け出すことができないようである。彼らが芝居を愛し、同時に憎むのは、こういう条件のためであるようだし、舞台裏の騒音には、この相反する二つの感情が含まれているのだと思えた。 だが、今、昼夜の胸に仕えているのは、そのことではない。彼は昨日、審判の評判記を読んだ。芝居の評判記が出されるのはまちまちで、年に一回、大阪の八文字屋から反抗されるのをはじめ、他にもその月によって、幾種類か出たり、全く目殺されることも珍しくはなかった。 またその内容も一様ではなく、工業主や役者の提灯持ちだけに過ぎないものや、リガーに根ざした嫌がらせ、恋に中傷するものなどもあって、真面目に批評する例はそう多くはなかった。新作の「糸柳恋のおだまき」は、三種の評判機で公表されたし、観客にも相当受けた。 浄瑠璃の評判も予期したよりもよく、芝居の表方と裏方のどちらからも初めての試みとしてはまず大当たりと言われていた。昼夜の読んだ昨日の新しい評判記でも大体としては褒めてあったが、浄瑠璃について甘い独りよがりと鋭く指摘していた。 節ししの巧みさや美しさはいいが、作曲者が苦労知らずの若旦那であるということが隠しようもなく現れている。二人の男女が心中しようというのは遊び事ではない。人間が死のうと決意することくらい絶望的なものはないのに、この浄瑠璃には二人ののっぴきならぬ気持ちや絶望感よりも、 その死を美化することにかかっているようだ。これはもはや過去のものであり、これから仕事をしようとするもの,の考え方ではない。要するに作曲者はもっと実際に苦労をし、生きた人間生活を知らなければなるまい。表現はこの通りではないが、およそ以上のようなことが述べてあった。 表者の名は数王というだけで、数ある評判記作者の誰ともわからないが、その文章が例になく真面目であることと、指摘された点が、昼夜にとって弁解する余地のないものであることとで、彼は自分が真っ二つにされたように思ったのであった。苦労知らずの若旦那。 人間の死を美化しようとする古さ。中夜は胸に鋭い痛みを感じ、顔を歪めながらかすかにうめき声を上げた。この間に半四郎は神獣の場の新しい工夫を語っていた。八百三と自分が心中する前に名残の杯を取り交わす。その時悲しさのあまり、 自分が酒好きを手から取り落とし、取り落としたことを知らずに八百蔵に渡す。八百蔵もうっかりして酒好きを受け取ったつもりになる。それから自分が尺をしようとして、初めて酒好きを持っていないことに気づき、二人で顔を見合わせて泣き笑いをする、というのであった。 私と立花屋で工夫したんです。と半四郎は言った。体操を受けましてね。はじめからこれでやればよかったってみんなにそう言われました。中夜は心の中で首を振った。そういうことじゃない。そういう演技の工夫じゃない。心中する男と女の気持ちが表せれば。 細かい技巧などはどっちでもいいんだ。こう言いたかったが、中也は口には出せなかった。実際に苦労をしてみろ。生きた生活を体験しろ。評判機に書かれているこれらの言葉が彼に一言も物を言わせないように思えるのだ。明日はぜひ見てください。と半四郎は、 化粧を落とし終わってこちらへ向き直りながら行った。きっと気に入っていただけると思います。今日はこれから岸田屋へ行かなければならない。中夜は努めて明るい口ぶりで言った。住吉町の大師匠が今日の芝居を見に来てくれるそうで多分もう見てくだすったろうと思うが。大師匠 文字大夫さんですか。見た後、岸田屋で会いたいというお使いがあったんだ。そいつは知らなかったな。知っていたらご挨拶に上がったのに。いや、芝居じゃない。中也はそっと首を振った。大師匠は私の浄瑠璃を聞きに来たんだ。住吉町から身を引いて以来、ずっと音信をしなかったし。 今度の芝居もご案内は出さなかった。こっちから縁を切った以上、案内を出す筋はないと思ったからだが、大師匠は病気の体で見に来てくだすった上、後で会って話したいとおっしゃるんだ。半四郎は目を細めて、こいつ、ちょっと、と声を潜めていった。ちょっとばかり怖いですね。 怖いねえ。と、中屋はうなずいた。ちっとばかりでなく、大変怖い。おまけに、山と屋はもちろん知ってるだろう。私は、うわさで聞いただけだが、恋のおだまきがつきかえになるそうじゃないか。お知らせはいきませんでしたか。うわさに聞いただけだ。と言って、中屋は片手をあげた。いや、 私は不平を言うんじゃない。私は今度の芝居にはもう未練はない。世評がどうあろうと、いや、世評からいろいろ教えられたという方が本当だろうが。松島屋が髪型へ帰るんですよ。い,いえ、まあ聞いてください。半四郎は押し返していった。松島屋が髪型へ帰るについて、 おなごれ狂言を出すんです。こういう場合には新しい芝居を突き返えるのがしきたりでしてね。わかった。中也はうなずいた。もしかして大師匠にどうして突き換えになるかと聞かれたとき、返事に困ると思ったんだ。私はなんとも思いやしない。今も言った通り、今度の芝居にはもう未練はないんだ。 その代わり、というのもおかしいがね。大和屋、私はすぐ次の芝居にかかろうと思うんだ。結構ですね。それは結構です。と言って半四郎はひょいっと昼屋を見て。その話も伺いたいが、岸田屋の方はいいんですかここへ知らせがあるはずなんだ。 長わずらいで疲れやすいから一休みした後で知らせるという工場だった。まだ半時くらいは間があるだろうと思う。それなら話を聞かせてください。次の芝居の筋はできてるんでしょう。半四郎はそう言ってから隅にいる部屋子に振り返った。小太郎、お茶を入れておくれ。 ここでは落ち着かない。跳ねてからにしよう。と中夜が言った。大師匠の話もそう長くはないだろうし、そっちに差し支えがないなら岡本へでも行って。ダメなんです。うるさい客に呼ばれてましてね。跳ねるとすぐに行かなければなりません。おそらく今夜はずっと体が開かないと思うんです。 あとの舞台は、大喜利に出るだけです。では、あらましのところを話そうか。部屋子の入れてきた茶をすすりながら、中夜は静かに話し出した。三の二、話はうまくいかなかった。周りがうるさすぎるのだ。 階段を上り寄りする人たちのせわしい話し声や足音に加えて、半四郎のところへも次々に人が来た。作者部屋のもの、芝居茶屋の出方、非いき客からの贈り物、表方からの知らせ、その他、なんとなく芝居小屋につながりはあるが、何をしているともはっきりしない人間などが、 絶えずその部屋へ出入りしたり覗いたりした「今日はこのくらいにしよう」と中也は間もなく話を打ち切った「落ち着かないから私は岸田屋へ行ってみる」「知らせがあるんでしょう」「向こうへ行って待つことにしよう」「中也は立ち上がった」「体の悪非があったら知らせてくれないか」 承知しました。半四郎も立ち上がって昼夜を送り出そうとしたとき、楽屋口で一人の若い女と出会った。歳は二十歳か二十一くらいだろう。細表のキリッとした顔立ちで、その柔らかな目の内に怯えたような色をたたえていた。ほんの一瞬間こちらを見ただけであるが、 瞳の底にひらめいた、その怯えたような色が、中也の目に留まった。ちょうどよかった。お引き合わせしましょう。と半四郎が言った。こちらは中也師匠。こちらはおけいさん。そして半四郎は中也を見た。あなたの浄瑠璃の大変なごひいきです。 OK、と呼ばれる女は顔を伏せ「どうぞよろしく」と口の中でささやくように言いお辞儀をすると同時に2人の脇をすり抜けて楽屋の中へ入ってしまった「まるで紹介されたことが不快であるかまたは昼夜と言葉を交わしたくない」とでも言うように半首郎は途方に暮れたように肩をすくめ 昼夜は苦笑しながら階段を降りた芝居茶屋の岸田屋は中村座の並びで西へ3軒目にあたる芝居も羽に近いため店先は混雑していたが入ってゆく中夜を認めると中土島の女中が愛想よく迎えたこっちは初めてだが女中の方では知っていたらしい。 文字太夫のことを言うと、こちらに茂太夫さんがいらっしゃいます。と言って、開花の奥にある小座敷へ案内した。この家のものが使う部屋だろう。新しいのと古いのとタンスが二さを並び、隅には鏡かけだの袋に入れたシャミや遺構などが片寄せてあり、 茂田雄は古いタンスに寄りかかって酒を飲んでいた。おう、と茂田雄は昼夜を見ていった。小言はもう済んだのか。大師匠にね、と昼夜は女中に言った。私がここで待っていると申し上げといてくれ。女中は承知して去った。ごこごとはこれからだ。 中夜は座りながら答えた。大師匠の具合はどうですか会えばわかるさ。一つどうだ。というのはや暮か。茂田優は一度差し出した酒好きへ手弱で酒をついだ。お前さんの傷は酒が飲めないことだ。酒さえ飲めればな。もっと世間も広くなるし。 人情の裏表もわかるんだが、天に物を与えずか。大師匠と一緒に来たんですか。ですかはよしにしよう。お前さんは一本立ちの師匠。俺なんぞに部を譲ることはねえや。というのもまたやぼか。茂田優は酒好きの酒をすすって、ぐらっと神戸を垂れ。まあいいや。 と垂れたた頭を横に振った「そんなことより大師匠に会う前に心得ておいてもらいたいことがある」「親父はもう長いことはねえ医者に見放されてっからでも50日以上になるんだ住吉町からここまでひとまたぎのところも歩くことができず俺が背中で背負ってきた」 あの負けず嫌いな親父が人におぶさって外へ出るなんて、考えただけでもやりきれねえこった。そう思わないか、中藤さん。しかもそれがお前さんの浄瑠璃を聞くためにだぜ。中也はそっとうなだれた。親父の気性はわかってるだろう。褒めたいところも小言で叱る人だ。と茂田雄は続けた。 お前さんのためにこれが小言の言いじまいだとすれば、きっと思い切ったことを言われるかもしれねえ。だが、どんなひどいことを言われても我慢してくれ。いいかどんなに腹に据えかねることを言われてもだ。いいな。中也は顔を上げた。茂田優の口ぶりがあまり入念で、 裏に何やら意味がありそうに思えたからだ。お関さんが一緒に来た。と言って茂田祐は頭の上へ顎を振った。今二階で親父の世話をしている。あの人も親父一人が頼りなのにどうなることか。お関さんって言うと、亡くなった女将さんの名誉忘れたのかい 京橋の方で小間物屋の店をやってた。言いかけて重田優は酒を飲み侮るように首を振った。お前さんにこういう話は通じないな武家育ちのためかそれとも生まれつきかお前さんくらい色気のない人間も珍しい。お関さんと大師匠との仲なんてものは下手な作者の小説よりずっと。 と色細やかで面白いんだがなあ。そういう人のことは聞いた覚えもない。中也がそう言おうとしたとき、さっきの女中が来て、大師匠が呼んでいると告げた。中也はすぐに立ち上がり、茂田優は酒を命じた。